ウクライナ軍の反抗は進展している国防時間ウクライナのマリアル国防次官は22日武装面でも数的にも上回るロシア軍を押し返せると証明しただけでもウクライナ軍の反転攻勢は進展したと語り反抗の進展が遅すぎるという見方を一周したウクライナ軍は6月初旬に開始した反転攻勢でロシアの広大な地雷原や塹壕に直面している米政府当局者は先週 同軍が南東部ザボロジエ州の要衝メリトポリを奪還できる公算は小さいとの見方を示していたマリャル氏はウクライナ軍の前進を距離で測るのは間違っているとし重要なのは人数も武器も少ないにもかかわらず前進しているという事実だと述べたまたウクライナ軍が作戦を加速させるよう西側が圧力をかけているとは認識していないと語った マレル氏は特にウクライナ東部での消耗戦を強調航空優勢を誇るロシア軍は毎週40万から50万発ウクライナの約10倍の砲弾を発射できると述べウクライナが対ロシアで軍事力の均衡に近づくには西側の支援が必要だとの考えを示したマレル氏はウクライナ軍の前進を距離で測るのは間違っているとし重要なのは人数も武器も少ないにもかかわらず 前進していいるととう事実だと述べた立場上、こうしか言えないのは分かる。一方、正確にはいかな気がする。弾薬はロシアが多い。武器の数はウクライナとロシアでトントンくらい。ただ、いろいろな武器がウクライナには供与されており、統一運用が難しそう。ロシア軍全体では、ロシアの方が人が多いだろう。ただ、ウクライナに展開しているロシア軍よりは、ウクライナ軍の方が多いだろう。 ウクライナのブダノフ氏自身ダニロフ氏かもが35万人が展開している見込みと語っていた弾薬以外の武器人員はウクライナの方が多いのでロシア軍は防戦をしているしかしロシアの防衛網の突破が困難といった状況ではないだろうかロシアが侵略戦争を仕掛けたことにどこにも正当性はないただしロシアが嫌がっている NATO 加盟を進めたことは現政権の外交の失敗 独立国家だから周辺の国の意向を無視して何をしてもいいわけでもないまたウクライナという国を守るための徴兵制や60歳以下の出国を禁止するなんて国であっても蛮行だと思う特にウクライナはロシア系国民やブルガリア系の国民と構成が単一ではない親戚も多い親ロシア系地域が分裂したのも強引な反ロシア政策の影響 また日本と違い国境も地続きだから歴史的にかつてはブルガリア等から奪い取った地域もある中には銃を取りたくない国民だってたくさんいるはずそんな人たちを強制的に軍隊に組み込み命を懸けることを強制するのは仮に国家的目的が正当であれ個人から見れば圧政独裁者でしかない国のための国民ではなく国民のための国家の発想が民主主義のはず ウクライナ無人機爆撃機破壊か国境から650キロのロシア軍基地英国防省は22日ロシア北西部ノブゴロド州の空軍基地で19日に起きたドローン無人航空機攻撃で核弾頭搭載可能なロシア軍の戦略爆撃機 TU22M3 が破壊された可能性が高いとの分析を明らかにしたロシア国内では21日にも 別の空軍基地がドローン攻撃を受けており、ウクライナメディアは2つの攻撃でウクライナへの爆撃に使われる戦闘機計5機が破壊されたと伝えているドローン攻撃があったノブゴロド州内の空軍基地はウクライナ国境から北に約650キロロシアでは昨年12月にも国境から450キロ以上離れウクライナへのミサイル空爆で出撃拠点として使われていた 2つの空軍基地がドローン攻撃を受け戦略爆撃機 TU95 などが破壊された A 国防省は今回の攻撃で本土奥深くの戦略拠点を守るロシア軍の能力に疑問符がついたとしている菩殺プリコジン氏が墓から復讐プーチン大統領の暗部暴露かワグネルに存在する死後発動の行動計画とは ロシアの民間軍事会社ワグネルの創設者エフゲニー・プリコジン氏らが同乗したとみられる小型機の墜落を受け不穏な空気が漂っているプリコジン氏らの死亡が確認された際に発動する行動計画が存在すると親ロ派メディアが伝えたウラジーミル・プーチン大統領の秘密を暴露するとの見方もある墓の向こうからの復讐が始まるのか親ロ派メディアリードフカによると プリコジン氏は常に前線に立ち命のリスクにさらされていることからワグネルは幹部が死亡した際の対応策を定めていたという今回の小型機墜落で死亡したとされるプリコジン氏と共同創設者ドミトリー・ウトキン氏の名前を挙げ2人の死亡が確認されればアルゴリズム手順は直ちに開始されると伝えている計画の具体的な内容は不明だがプラン B プラン C などが存在する可能性もある A 氏など複数のメディアはロシアの人権活動家ウラジーミル・オセチキン氏周辺の情報としてワグネル側がプーチン氏個人の評判を貶としめるような機密情報を漏洩させる計画を示唆していると伝えたプーチンの料理人と呼ばれたプリコジン氏はプーチン氏の表も裏も知り尽くしていると見られ暗部が暴かれる可能性もある墓の向こうから復讐するつもりだと見出しを掲げた デイリー・エクスプレス誌電子版は漏洩が現実になればプーチン大統領だけでなくロシアの政治情勢による広く影響を及ぼす可能性があるとした一方ウクライナ側で戦うロシアの反体制派武装組織はワグネルに報復を促しているロイター通信によるとロシア義勇軍の司令官はワグネルの兵士ら向けの動画を投稿ロシア国防省の番犬として働くか報復するのか 真剣に選ぶ時が来たと強調し報復するにはウクライナ側に願える必要があると呼びかけた米国防総省のライダー報道官は24日の記者会見でプリコジン氏に注目が集まっているが真の脅威は組織だと述べた中村名誉教授ベラルーシにいる戦闘員の動きも中心筑波大学の中村逸郎名誉教授は 行動計画はプリコジン氏が国防省批判を始めた昨年の時点で存在していた可能性もあるロシアでは追悼集会が予定されているとの情報もあり一般市民も巻き込みつつプーチン政権への非難や打倒の動きが強まると予想されるベラルーシにいるワグネル戦闘員の動きも注視されると語ったウクライナ軍南部前線で突破口を拡大か要衝を特幕接近を伺うかがう ウクライナ軍がザボリージャ州の南部戦線でロシアの防衛線を一部突破したことを示す兆候が強まっている戦略的要衝トクマクに向かう動きを拡大させている様子だウクライナ軍参謀本部は25日ノボプロコ・ピウカ村に向かう地域とその東にある小集落オチェレツパテの方面でさらなる戦果を挙げたと発表したこれに先立ちウクライナは今週 ロボティネ村を掌握したと明らかにしていた村の南では戦闘が続いているウクライナの反転攻勢は開始から数週間が経過した戦闘は東部と南部の前線に集中しているウクライナはロシアに奪われた領土の奪還を目指して反攻を開始したもののこれまでのところ戦果は乏しく痛みを伴う戦いとなっているロシアの複数の軍事ブロガーが伝える戦況からは 南部の一部地域でロシア軍の前線の状況が厳しくなっていることがうかがえる最も著名なブロガーの一人ウォーゴンゾはウクライナ軍がロボティネに足場を築きノボプロコピウカを攻撃している村は激しい砲撃にさらされていると指摘したウクライナ軍はこれと並行して東方のベルボベでも攻撃を開始両方面で激しい砲撃が行われている ロシア軍第58諸兵科連合軍とつながりを持つブロガーロゴジン・アット・ザ・フロントは敵の装甲車が集結していると報告敵は決定打を加えるべく戦力を集結している彼らはまずベルボベそしてトクマクに到達する必要がある我々は持ちこたえているとした別のブロガーオトリッチ・カブロチーもロボディネ地域で激しい戦闘が続いている 敵は砲撃の援護を受けて急速に前進していると伝えた一方でウクライナが多大な損失を被っているとの報告もあるロシア国防省は直近の戦闘でウクライナ兵110人が死亡したほかウクライナに供与された西側の装甲車を破壊したと主張した米シンクタンクの戦争研究所 ISW は最新の分析でウクライナ軍がロボティネ地域でロシアの第二防衛線に近づき ロシアの防衛線に開けた突破口をさらに拡大させたと指摘している。